します。よろしくお願いします。お願いします。おギャルってやつですか。古いわ。わあ、いい。おお、はい、カメラの前でセリフ言う。何このメロディーって覚えたいって、ドとかレとか自分で書いて弾けるようになって、見守ってて、ね、あら、エッチ。気になることがあって、うん、アイシャドウなくなるのに15年かかった。あーね、どんだけ好き。おギャルってやつですか。古いわ。15年間使い続けたってことですか。使い続けるほど毎日使ってもないですし、はい、全然なくなんないな。最初に行ってた高校がすごいギャルが多い高校で、みんなが競い合うようにメイクとかしてて、多分あんまり化粧気なかったんですけど買ったんですよね、その流れで。でルンルンってやってたんだけど、この仕事をするようになって仕事が増えてきたら自分でメイクをすることがなくなって、やってもらうことが多くなったからかなっていう言い訳でもあるんですけど。朝はもうメイクせずに現場に行かれるってことですか。そうですよ、朝はもうバッわあ、いい、おお。で、車で。で、寝ちゃったら、着きましたよ、と、ブーって。で、まあ、ブーって、ふわーってされて、はい、カメラの前でセリフ言う。不思議な仕事だなと思う。お迎えに来る、何分前起きぐらいですか、うん、あのね、これも恥ずかしい話なんですけど、はい、出発の15分前に、マネージャーさんが電話して起こしてくれるんですよ。15分でもうお家出るってことですか。そうだよ。そして他にもいろいろ、傘を差すのが下手。多分ですけどね、人よりガサツなだけだと思います。なんかあんまり差さなくてもいいかなって、パサパサぐらい。あんまり そもそも差すのが好きじゃない。うん、それか開き直るね、逆に。それはもう、もう濡れに行く、うん。ピアノ弾いてらしたの。ピアノ弾いてた？弾いてた、映像ありましたよ。へぇ、覚えてないけど、はい、2個だけ弾けるやつがあります。2個。月光とベートーベンの、はい、あとストロベリー・オン・ザ・ショートケーキっていう昔のテレビドラマがあるんですけど、はいはいはい、それの久保塚くんが弾いてたピアノ、はい、その久保塚くんがやってる役が好きすぎて、はい、え、何このメロディーとかって覚えたいと思って録音して、それを一生巻き戻して再生して巻き戻して再生してって、音符が読めないから紙にドとかレとか自分で書いて耳コピというか、うん、弾けるようになって。ドラマご覧になります。今も、今は1話目は全部録画してます。全ドラマの1話目は。自分に関係あるなし関わらず、ないしで、うん、見て、はい、好きなのだけ、うん、には以降も見る。お勉強じゃないですか。次、うん、こういう作品やりたいとかさ、うんうんうん、につながる。それこそ知らなくていいことの時は、はい、もうテセウスの船がと同じクールでやったんですけど、ハマりすぎて、やめてって。あとあれですね、プリズンブレイクのなんか上がってましたけど、海外ドラマも好きなんです。うん、浜ちゃん。本当だからドラマ中、自分がドラマ中はもう絶対に開かないようにしますね。寝れなくなっちゃうからもうそっち見たくすぎて。はい。じゃあちょっともう一個だけ。はい。2009年のインタビューで、地球の最後の日にしたいことは運動会って答えてます。運動会？はい。答えてたね。覚えてますか。うん、だいたい言ってたね。今答えるとじゃないですか、地球最後の日やりたい運動会。地球最後の日バトンつないでもね、終わるからね。そうですね、ゴールしても。うん、だから、うん、世界で一番高いビルに登って、はい、地球が破滅していくのを見届ける。ブワーってやったら、ああ終わるんだ、この星ありがとうさよならって一
番見晴らしのいいところで、はい、終わりを見届けたいですね。へえ、怖そう。怖いだろうね。けど終わっちゃうんだから、その日は。確かにそうですよ、どこにいたって終わっちゃうんだから。その怖いとか悲しいとか切ない気持ちも満喫して散れたらいいなって散れたら。そろそろじゃあ到着するので、はい、改めてドラマの告知を。ドラマの告知、はい、第1章が終わる頃かもしれない。あら、このドラマもう第1、第2章ぐらいの大きいこうストーリー、どんどんって分かれてるから、はい、第1章目のフィナーレ近い、新しい事実が発覚するような時期になってるんじゃないかなって思う。なんか4話、5話、6話からすごい多分展開がトン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 って早くなっていくと思うから、忘れないで見守ってて、ね、ちょっと古いもんこれで、ドラマ終わるとじゃあクリスマスだねみたいな書いてらっしゃいます、うん、クリスマスはどんな風にいつも過ごされてる？お家でお酒飲んで。クリスマス何してるんだろう。今年はその後のスケジュールが入っちゃってるかもしれないっていう。もう来年再来年の話とかしてると、はい、年取るのあっという間だなって思っちゃうよ。30代やってみたいことありますか？パッと思いつかない。元気に健康で、はい、美しく楽しくお酒を飲んでいきたいです。たまには茶色いもの以外も食べたくなくて、はい、では到着しました。はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。またよかったら YouTube 出てくださいね。どうですかね。お疲れ様です。お疲れ様でした。どうしたんですか？カメラが帰宅部。肉が食べたかったんですよ。これがもう私のもう吉彩香様の感謝でしかない。お昼ご飯の後にキッシンがあって、パッと見たら山田さんが豚キムチ食べてて、いや俺食べてるから大丈夫だよみたいに言ってくれて。豆じゃないんですよね。豆じゃない。人との連絡とか無視しちゃう。ジンが作れんのかみたいなのありましたけど、意外に美味しいみたいな。カレーって母親の味みたいな感じじゃないですか。俺の味になりました。チャンネル登録お願いします。